サーブです。ストロークはアウト。ただ今日のシャラポワを見せると大きく崩れることがないような印象を受けますので、やはりハンチョコバが攻めきれるかどうかという試合になると思います。はい、前に出ます。ネットは越えません。ピンチになったらすかさず前に出て積極性、これが今日のハンチコは光っている部分です。15-30入ってます。やや不満げなシャラポワでしたが、サービスラインギリギリでした。今のはいいアイデアですね。はい、やはりこう長身のシャラポワですから、ボディーサーブっていうのはお互い有効だと思います。はい、さあこれからどんどんこのボディーサーブを打ってくるかハンチコは。軍配はハンチコワ、今のポイントはシャラポワが攻めましたよ。はい、やはりこう攻めるチャンスというのをずっと待ってたんでしょうね。やはりサーティオールということ、そして3人リードですからね。はい、ここで取ると大きいですから。ラブサーティとリードを奪っていたシャラポワでしたが、ゲームポイントはハンチコワ。フォアのクロス、やはりシャラポワからすればあれだけダウンザラインを打たれているだけにどうしてもケアしてしまいますよね。いや、今のは見事なクロスでしたね。はい、うまく逆をつきましたハンチコは。キープ成功で3ゲームズオール。それぞれに第5ゲーム、そして第6ゲームピンチの場面もあったんですが、キープ成功で第7ゲームシャラポワのサービスゲームに入ります。シャラポワのサービスに関しては意図するところはあるでしょうか。どこかワイド、もしくはセンターを狙っていこうという。あのハンチコワのフォアサイド、徹底して狙ってますね。はい、そのフォアサイドを狙うというところは、やはりあのハンチコバはあのバックハンドがうまいですからね。そしてまあこのスパックパックというコートは滑りますから、はい、そういうのもあの大事なところで結構フォアサイドをうまく使ってます。はい、ネットにかかったそうです。今シャラポワネットに出ると思ったんですけどね、後ろに下がりましたね。そうですね、ステイバックしたシャラポワです。その動きにややハンチコワも惑わされたか。サーティーラフ、入っているようにも見えましたがフォルト。何かシャラポワのダブルフォルトを見るのは珍しいというような気がいたします。初めてですよね。それだけこの選手というのはまだ若いにしても落ち着いているんです。セカンドサービスがいいんですよ。このセカンドサービスの良さ、具体的に上げるとどこら辺になるでしょうか。あの縦に回転をかけて打てるんですね。女子のプレーってどうしてもこう斜めに回転かけて打たなければなかなかうまく打ててないんですけども、はい、彼女はやはりそういう縦にかけるテクニックを持ってますね。大きく息を吐いたシャラポワ。
並んだハンチコはサーティーホール。うわすごい、はい、バックハンドのストレート、決めてもなお何か不満げな表情のシャラポワです。いやこれは早かったですね、はい、ゲームポイントシャラポワ。いいサーブだ、ワイドへのサーブ、第7ゲームシャラポワキープ成功、これで4ゲームス3となりました。何かこの会場内のお客さんも息を飲んで見守っているという印象ですよね。そうですね、非常にこう均衡した試合ですね、はい、でねやはりこのシャラポワっていう選手目線が全然ブレないんですよね試合中に、ええ、これはねやはりこう集中というところ非常に大切にしてプレーをしているんでしょうね。目線がブレないというと普通だと何かキョロキョロしたりとか、うん、やはりですね7ゲーム戦ったら何回かはですね、こう目線が泳いでも仕方ないと思うんですけれどもね、はい、彼女はですねピシッとしてますね。そうですね、一方のハンチコアなんですけどもご覧のようにタオルに顔をうずめて精神統一を図っているようです。まあ、1回戦でもモリック戦途中で危ないところもあってガーッと声を上げる場面もあったり、あとはラケットを折ってしまう場面もあったりと、そのラケットの話になりますと最近になってラケット変えたんですよね。あ、そうなりますね、スポンサーを変えてのこの大会だったんですがいきなりラケット1本折ってしまいました。ニューボールです。第8ゲーム、このニューボールがどう影響を与えるか。やはりこれだけ速いサーフェスでのニューボールというのはアドバンテージですね。今のは切れてましたね、ポイント練習のハンチコア。ここら辺からハンチコバがやはりこうずっと続けている積極的な気持ちが持てるかでしょうね、はい、今はやや引き気味か。ああ、後ろの方には吉田優香選手の姿もあります。ちょっとサービスが入りません。深さではさすがにシャラポワ打ち返せません。珍しいですね、今あのぐらいこうクロスのラリー特にフォアハンドが続いたというのはですね、はい、やはりお互いここら辺からこうメンタルの戦いそれになってきてるんでしょうね、はい、ゲームポイント。ボディーサービスもめげませんでしたシャラポワ。いやシャラポワという選手はチャンスボールは必ず見逃さないですね。あ、そうですね、まあ、組み立ててもよし、そしてウィナーも豊富に持っているこのシャラポワです。
このラリー戦は軍配はハンチコワ。第8ゲームハンチコワキープ成功。第4ゲームから第8ゲームまで5ゲーム連続してキープです。4ゲームゾール。さあセット終盤になるにつれて、単なる技術論だけではなく今度は精神論。ここからどちらの方が精神的に強いか。リターンはわずかにアウト。いやシャラパワも本当にこういう時でもセカンドサービス振り切りますしね、ええ、またハンチコバもリターンからやはり積極的に打ってきますね、はい、お互い引いてないです。よく拾ったリターンでしたが、バックハンドは横にそれていきました。サーティーラフ。やはりここまではアンフォースエラーの数でいうとややハンチコバの方が多いでしょうか。そうですね、ややのハンチコバの方が攻めてますからね、はい、その分ミスが多くなるのもしょうがありません。ダウンザラインを狙っていきましたがアウトです。うん、ここでダンザラインを急に打ってきましたね。ある意味意外性をも秘めているこのシャラポワのプレーです。リターンでした。小さく拳を握りしめたハンチコは気合が入ります。サーティオ。さあここでサービスとリターンの対決だと思います。はい、ポイント並んでどちらが先にゲームポイントを握るかどうか。入ってます。いやね、ハンチコもよくレシーブしたんですけれどもね、シャラポワが攻め出したら一回も休まないで、はい、こういう大事なところでですね攻め切りますからね。これやっぱりねただの16歳ではないですね。また本当にそのミスが少ないですよね。そうですね、大事なところでミスしないですね、ゲームポイントはシャラポワ。第9ゲームは危ないシーンもありましたがシャラポワキープ成功。ファーストセットは5ゲームス4となっています。シャラポワハンチコワ戦ファーストセット、第10ゲームはハンチコワのサービスゲームとなります。ここまでは第4ゲームから6ゲーム連続してキープゲームとなっています。解説にはおなじみ丸山薫さんをお招きしてこの熱戦の模様をお届けしていますが、丸山さん、はい、まあ、ここまで緊迫した展開となっているわけなんですけども、勝負の分かれ目となるのはどういったところになりましたか。うん、私はですね、ハンチコバがやはりウイナーを取れるか取れないか、はい、そこが大事な場面でやっぱり一番やはりこう大切になってくると思うんですね。ですから私は今日非常に彼女は思い切って、ね、プレーしていると思うんです。それを最後の本当にこうプレッシャーが一番かかるところもこのやつだと思うんですけどね、そこで攻め切れるかどうかだと思いますよ。はい、なんとも目まぐるしい攻守の入れ替わり。さすがにハンチコはもう苦笑いです。ただ一つ言えることは
シャラポワという選手はこれ大事なところになってくるとチャンスがあったらどんどん攻めていくプレイヤーなんですね。そうですね。ですからそういう隙のないプレイヤーですから、ハンチコバとしては攻め続けることができるかだと思うんですよね。一歩たりとも引いてはいけない、そういった戦い方が望まれるハンチコバです。15オール。外に逃げていく、いいサービスでした。再びポイント先行。ああ、画面には映っていませんが、シャラポワがちょっと間を置きました。こういったところがね。そうですね、心にくいですよね。その間に惑わされることなくハンチコはポイントを取りました。40-15 ゲームポイントです。リターンエース、フォアのダウンザライン。いやすごかったですね。はい、ですから彼女っていうのは速いボールも打てるんですけどね、なかなかここっていう時しか出さないですよね。そうですね、その分印象も鮮やか。リターンエースはハンチコワが4本、今のでシャラポワは2本目です。わずかにアウトでした。40-15 というアドバンテージを生かしきれません。第10ゲームはデュース。いやでも今よく打ちましたよ。そうですね、攻めています。私も先ほど丸山さんがおっしゃってたこの精神面、こういったところでいかにミスを抑えるかといったところだったんですが、ついに出てしまいましたね。いや今でもねセカンド、攻めてるんですよね。そうですね、はい、勇気ありましたよ。はい、臆することなく打ち込んでいきましたが、ダブルフォルトで早くもここでセットポイントはシャラポワです。これは追いつけない、攻めに徹したハンチコワ、素晴らしいメンタリティ。いやーねー、セットポイント逃げられてもダンザライン2球どんどん打ってきますからね、本当にハンチコワっていうプレイヤーですね、気持ちを切り替えて攻めるってことになったら、本当にシンプルにどんどんいってますね。そうですね、本当大変なことなんですよ。何かまたこのシャラポワの出現によってハンチコはもう頑張らなくちゃというような気持ちになっているのかもしれませんね。それあると思います、以前の輝きを取り戻しつつあるハンチコワです。やや押されているかシャラポワ。ハンチコワの気迫が勝っています。セットポイント一つをしのいでアドバンテージはハンチコワ。いいサービス、うなり声を出しながら返していったシャラポワのリターンはネット。第10ゲームピンチはありました。しかしキープ成功のハンチコワ、5ゲームズオール。よくキープしましたね丸山さん。いやよくしましたよ、本当にこの、ね、ハンチコワこうすごく、ね、努力家なんですよね、はい、試合負けた後もですね練習したりですね、朝ランニングしていたりとかですね、本当にすごい努力家なのでね、そういう意味でそれがですねこう復活の道がですね徐々に見えてきてるっていうね、この試合ってそこを強く感じますね。そうですね、
ようやくその練習の成果が形となって現れ出してきています。ファーストセットは第11ゲームに突入。ああ今度は攻めているのはシャラポワで、また対する、ね、シャラポワの、このやはり、ね、微動だにしない精神力の強さ、これもすごいですね。そうですね、第10ゲームはやや押され気味だったこのシャラポワですが、一転して自分のサービスゲームになるとすぐに攻めに転じます。ファーストサーブの確率です。ハンチコは 64%、 シャラポワはちょうど 70% です。サーブポイントでサーティーラブ。行き詰まる展開となっています。シャラポワハンチコワ戦、ファーストセットは5ボールとなって第11ゲームに突入しています。入ってる。すべて深かったですね。いや伸びもありましたしね、深かったですね。よく打ち込んでいきました。1ポイント返してハンチコは 30-15、 シャラポワがまだリードしています。実はこのコートの横の第2コートではドキッチがダブルの試合を行っているんですけども、ドキッチ、ハンチコワ、そしてシャラポワ、その東大きっての美女3人組がこの東京体育館、同じ時間そして別のコートで頑張っているわけです。お客さんもどちらを見たらいいか本当に迷ってしまうところなんですが、こちらのシングルスは第11ゲーム 40-15 とシャラポワがゲームポイントを握っています。おそらくチャンスボールほとんどミスしてないですね、シャラポワ。今日2本目のダブルフォルト、40-30 です。そしてちょっと時間を置いてからポジションに入ります。まだゲームポイントは1つあります。いやすごい、何か展開そして雰囲気が自分にとっては悪くなってきたかなと思うと、本当にもう 150% の力を出してきますね。いや素晴らしいバックでしたね。掛け声とともに何かもう上半身と下半身が別の生き物のような、それぐらい違うような方向に回転していきました。第11ゲームはシャラポワキープ成功で6ゲームス5。いやこれが初対決の両選手、何か予想そして期待を上回るような展開となっています。ここまでの印象はどうでしょうか、丸山さん。やはりですね、本当にこうシャラポワというプレーヤー、こうセットの後半になってくるとやっぱりプレーのレベルが上がってくるんですよね。はい、対するハンチコバもですね、本当にこれですね、素晴らしいプレーをしていると思います。はい、ここでファーストセットのゲームの推移をご覧いただきましょう。赤がブレイクです。そして黄色がキープのゲーム、第2第3ゲームにそれぞれブレイク、そしてブレイクバックし合ってのこのファーストセット、それ以降はご覧のようにずっと黄色が並んでいます。キープ合戦は一体どこまで続くんでしょうか。第12ゲームハンチコワのサービスゲーム、
これをハンチョワが、キープすればファーストセットはタイブレーカーになります。ここでも一つハンチコワの精神面というのが問われそうですね。そうですね、あのラケットの振り切りだと思います、はい、あとチャンスボールをやはり攻撃できるか、ただ彼女は私はできると思いますよ。注目して見ていきましょう。第12ゲームファーストポイントをもぎ取りに行きましたハンチコア。コートサイドのマイクで声を捉えていたのはこれはシャラポワの声ですね。そうみたいですね、ロシア語でブツブツと何かをつぶやいていました。これもいいサーブ。いや本当にハンチコバ良くなってきましたね、プレーが、ね、やはりね昨年のプレーとは全然違いますよ。はい、一昨年の3月のあのインディアンウェルズの初タイトルを取った時のあの姿が蘇ってきました。3ポイント連取、やはりね難しい状況だと思うんですね。シャルポは非常にこう若くて勢いがありますからね、やはりねこう20歳のハンチコバがですねぐっとねこう引いてしまうような状況が出がちだと思うんですけどもね、はい、逆にそういうところ全く忘れて本当に純粋にやっぱ攻めてますよね。そうですね、大方の予想としてはハンチコバが引いてしまうんではないかというのもありましたが、真っ向からぶつかり合って、そして今は勢いはむしろハンチコアの方にあるのではないでしょうか。第12ゲームなんとハンチコアラブゲームでキープ成功、6ゲームズオールタイブレークとなりました。この東京体育館に詰めかけた多くのお客さんにとってみれば願ってもない展開となっています。さあここでタイブレークなんですが、ポイントはどこになりましょうか。うん、やはりですねダブルホルト、そこは一つの気になると思いますね、はい、サービスの出来。リターンはネットに嫌われました。ファーストポイントはシャラポワ1-0。今度は続いて2本ハンチコアのサービスになります。セットの中盤から終盤にかけてハンチコアのサービスが本当に威力を増していますよね、うん、やはりですねハンチコアのサービスもいいですしね、シャラパもいいですからね、はい、本当にこう締まった試合になってますね、何か両選手ともにプレーが噛み合っているという印象を受けます。ワンオール、気合を込めて打ち込んだバックハンドのクロス、反応したハンチコアでしたがサイドアウトでした。いやこのクロスはすごいですね、気合入ってましたね。そうでしたね、しっかりそれをまたハンチコアが段ざらい狙いますからねすごいラリーです、はい、ミニブレイク成功のシャラポワ2-1です。確か去年のジャパンオープンでも何かこのシャラポワは掛け声が段階によって変わってくるなという印象を受けたんですが、あの優勝した時もこの掛け声で優勝したんですよね、うん、少しこう掛け声が高くなってきた、ね、そうなんですよね、3オクターブぐらいでしょうか。それだけ本気になってきています。サービスエース、おーどうだと言わんばかりにボールを叩きつけました。いやこういうやはりですね強気の場で逆にスピードを落としたスライスサービスが打てる、
ですから闘争心の中にねやはり若干のこう謙虚さっていうのを持ってるんですよね。あ、なるほど。ただガンガン行くのではなく何かこう抑え気味ながらちゃんとポイントを取っていく。3-2となって、3-1となっています。失礼、3-2です。いや全くの互角ですねこれ、はい、高い打点。ガッツポーズはハンチコです。ポイントが6の倍数になったところでサイドチェンジです。サイドが変わってハンチコのサイド。バックハンドでした。終始落ち着いた表情のハンチコは何か私は試合が始まる当初はハンチコの方がいろいろとブツブツ言ったり表情を変えるんではないかなと思ったんですけども、その逆ですよね今は。そうですね、ここでいいサービス入れてきますからね、本当に気持ち強いですね。ダブルファーストでしたよね。いや本当に素晴らしかったですね、はい、セカンドサービスでファーストサービスと同じようなスピードのこの球を繰り出してくるシャラポワ、恐れ入ります。2度ほどカモン、シャラポワリードを奪った。お互いねガッツポーズ出てますね。そうですね、両選手ともに気合を入れてそして最高レベルのプレーを披露しています。 5-4 とシャラポワがリード。わずかにそれました、フォルト。コールは覆りません。サービス入れましたよ、時間がありましたしね、はい、素晴らしいです。プレッシャーがかかる中で冷静に試合を進めていますハンチコは。5ボール、6-5 リードを奪い返してここでハンチコワがセットポイントを握りました。さあ逆にプレッシャーがかかってくるのはこのシャラポワです。 5-6 とセットポイントを握られての自分のサービス。
最中ずっと丸山さん息を止めていませんでしたか。いやすごいラリーですよ。しかしこのタイブレークはどこまで続くんでしょうか。セットポイントをしのいだシャラポワ、これで6オール、再びサイドチェンジです。水分を補給してまたポジションにつくハンチコワ。シャラポワはまだついていません。ちなみに隣のダブルズの試合は終わりましたので、この東京体育館に詰めかけたおよそ1万人のお客さんのすべての目がこの両選手の戦いに注がれています。無情にもレッドです。チアンパイアのアレン・ケールさんからはレッドというコール、あのコールは遅かったけれどもレッドだったって今主将言ってましたね。はい、この微妙なタイミング、微妙なコールがどう影響をしてくるか。気の強いところを見せたシャラポワでしたが、いやいいセカンドサーブだったんですけれどもね、はい、ここに来て珍しくチャンスボールミスしましたね。そうですね、このフォアはわずかに長かった。7-6、これで再びハンチコワのセットポイント到来、そしてサーブはハンチコワです。制したのはハンチコワ、7-6となってハンチコワがファーストセットをもぎ取りました。いやー丸山さん、はい、素晴らしいセットでしたね。いや最高でしたね、やはりこうスポーツなので結果はつくと思うんですけども、はい、両者ともやはり最高のプレーを見せてくれましたね。何かもうこれぐらいの展開であればもう結果はどうでもいい、もっと見たい、だからこの試合に限って言えば5セットマッチにしてくれとね言ってしまうようなお客さんも多いと思うんですけどね。そうですね、まあ5セットなかなか高いかもしれないですけども、いやしかしファーストセットこれだけの厳しい内容だったにもかかわらずハンチコワは全く汗をかいてないような状態です。一方この大会に入って初めてセットを奪われたこのシャラポワ、両選手的にメンタルはどうでしょうか。うん、あのシャラポワという選手は絶対にこう勝負を諦めない、はい、これあのロシアの選手は全員持っているやっぱ共通の強いやはりメンタリティなんですけども、彼女もしっかりと持っていますから、そういう意味で気持ちを切り替えてやってくると思うんですね。ですからハンチコバが少し心に隙を見せた時にはこれまたシャラポワグーッと来ると思いますよ、はい、ハンチコバは99年から去年までスロバキアのフェドカップチームのメンバーでもありました。そして2002年のスロバキア初優勝の時の立役者です。まあ、一方のシャラポワはこれだけの実力を持ちながらまだロシアのフェドカップチームには入っていないということを考えてみると、ロシアがいかに層が厚いかというのが分かりますよね。そうですね、ただシャラポワも本当にロシアに限って言えば5セットマッチにしてくれとね言ってしまうようなお客さんも多いと思うんですけどね。そうですね、まあ5セットなかなか高いかもしれないですけどもいやしかしファーストセットこれだけの厳しい内容だったにもかかわらずハンチコワは全く汗をかいてないような状態です。一方この大会に入って初めて
セットを奪われたこのシャラポワ、両選手的にメンタルはどうでしょうか。うん、あのシャラポワという選手は絶対にこう勝負を諦めない、はい、これあのロシアの選手は全員持っているやっぱ共通の強いやはりメンタリティなんですけども、彼女もしっかりと持っていますから、そういう意味で気持ちを切り替えてやってくると思うんですね。ですからハンチュコバが少し心に隙を見せたときにはこれまたシャラポワグーッとくると思いますよ。はい、ハンチュコバは99年から去年までスロバキアのフェドカップチームのメンバーでもありました。そして2002年のスロバキア初優勝の時の立役者です。まあ、一方のシャラポワはこれだけの実力を持ちながらまだロシアのフェドカップチームには入っていないということを考えてみると、ロシアがいかに層が厚いかというのが分かりますよね。そうですね。ただシャラポワも本当にこう全豪オープンではミスキナに対してね、はい、素晴らしい試合ありましたよ。そうですね、はい、将来のツアー、そしてもしかすると全世界のスポーツ界を背負って立っていくようなそれぐらいの存在になりそうな16歳のマリア・シャラポワです。試合はセカンドセットに入っています。ハンチュコワのサービスゲーム、ファーストセットを取って、そしてこのサーフェス、さらにはセカンドセットが自分のサービスゲームということで、ハンチュコワからすればいい流れが来ていますよね。そうですね、あのやはりこの第一ゲーム大切ですね。はい、嫌なダブルフォルトです。ダブルフォルトはこれが4本目15オール。セオリー通りの攻め、ハンチュコワ。いやな、今のはタイミング早かったですね。はい、斜め前に出て見事なフォアハンドです。はい、ポイント先行ハンチュコワ。やはりハンチュコバとしてはかなりこうファーストセットでずっとやはりこうメンタル高い状況でプレーしていたと私は思うんですね。はい、ですからですね、やはりこのセカンドセットでずっと続けるというのはなかなか大変だと思いますので、やはりこうハンチュコバとしてはこのセカンドセットやっぱりこうずっとリードをしてですね、やはりあの最後セットの後半にこうチャンスを見つけてプレーをしたい。逆にシャラポワとしてはやはりハンチュコバが少しこうメンタルがもし落ちた時があればですね、はい、そこからやっぱり一気に攻めていくと思うんですね。そうするとハンチュコワの方はあまり最初からガンガン行くんではなく、まあ、普段通りの自分のプレーに徹した方がいいんでしょうか。あのファーストセットのプレーの感じでいいと思うんですね。ただしやはりこう続けるというのは非常に大変な作業、はい、ですからそのぐらいやはりこうシャーパーに勝つというのは大変なんですよね。そのハンチュコワがゲームポイントです。リターンはアウト。ダブルフォルトもありましたがハンチュコワセカンドセットファーストゲームはキープ成功です。まあ、先ほどは本当に行き詰まる展開のタイブレーク、そのタイブレークを制してファーストセットを奪ったハンチュコワ。一方のシャラポワなんですがちょっとサービスの方に不安を抱えていませんか。あのまた立て直してくると思います。はい、素晴らしいバックハンドの逆クロス。やはりハンチュコとしてはやはりこのサーフェスですから、やっぱり攻めるときはどんどん攻めてやはり勢いを自分の方につけたいでしょうね。はい、
ダブルフォルトのシャラポワ、2ポイント連取のハンチコワ。ここで一呼吸入れて、深いバックハンドのリターン。いや、ハンチコーパーが少し乗ってきましたね、これ。そうですね、はい、ラケットの振りも速いし、とにかくこの引き締まった表情。あ、どうですか、丸山さん。いや、素晴らしいゲームでしたね、やはりハーフセットを取ったということで、ハンチコバとした力がますますこう抜けてきたという印象があります。そうですね、ファーストセットの序盤はやや力が入っているかなという印象も受けたんですが、セカンドセットに入ってから余分な力は全く見られません。セカンドゲームはハンチコアがブレイク成功、それもラブゲームでブレイク成功です。第3ゲーム、ここもサービスポイント。シャラポワ、フォアのストレートのウィナーご覧いただきましょう。やはり、ね、ハンチコバがやはりこう打ってきているのでね、ツーボールを、ですからね、シャラポワもやはりですね、少しこう攻めようという意識が出てきているんでしょうね。リターンエースはシャラポワ、今のが3本目です。これも深い、気にはなっているんですけども、先ほどからシャラポワのフットワーク、さらには足音、これがやたら目立つようになりましたね、ドタバタと。そうですね、少しこうやはりイライラしている部分があるのかなという気がしますけどね、そうですね。それよりもやはりハンチコバのプレーが良くなってますね、はい、今もこうアングルショットなど、この試合初めて使いましたよ。ああ。しかしね、シャラポワっていう選手はこのストレスをエネルギーに変えられるプレイヤーなんですね。そうですね、アドバンテージサイドはいずれもリターンエースを決めているシャラポワ。このゲームサーティオールです。しました、ハンチコア。いや、今ねシャラパも食らいついたんですけれども、ハンチコアやりね、今これ気持ち乗ってますよね。そうですね、このゲームファーストサービスは全て入っています。危なげなし。ファーストセットから数えることをハンチコア4ゲーム連取、セカンドセットは3ゲームスラブとハンチコアがリードを広げています。ご覧のようにファーストセットは7ゲームス6、そしてセカンドセットは6ゲームス1、セットカウント2セットスラブでハンチコアがロシアの新星のマリア・シャラポワを下してベスト8、準々決勝進出を果たした試合をご覧いただきました。解説の丸山さん、はい、
どのような印象を持たれましたか。いやー、ハンチュコワのやはりですね、日頃の努力、はい、それがですね、そしてこう自分は必ずやはりまた復活できるんだというところがですね、こう見事にやっぱり成果を出した試合だなという気がですね、一番強く感じましたね。本当に彼女は泥かなんですよ、でもね、この負けたシャラパワもですね、本当にこのすごいハングリー精神、はい、そして16歳と思えない精神的な強さ見せてくれましたからね、非常に今後楽しみですね。はい、まあ、あのアリーナ席に座ってらっしゃるお客さんが今引き上げていったシャラポワのサインを求めようとしたんですが、シャラポワ残念ながらサインをしませんでした。そして勝ったこのハンチコワ、今日はどれだけのお客さんのサインに応えるんでしょうか。なんとも気持ちいい勝利の収め方をしたダニエラ・ハンチコワです。